おととい、鳥取県北栄町に鳥取和牛にこだわった焼肉店がオープンしました。オーナーは牛をこよなく愛する獣医師。焼肉店開業には獣医師ならではの特別な思いがありました。店自慢の鳥取和牛特上リブロースステーキ、肉の味を堪能してもらいたいと厚切りです。今月29日の肉の日にオープンした焼肉店ゆら道場、地元産にこだわった肉をリーズナブルな価格で提供しています。その筋繊維に対して直角に切るっていうのが基本だと思います。でそれを直角に切ることによって、食べた時にもうすぐとろける。オーナーの妻湯道明さん64歳。昔からの夢でして、友達にはですね、焼肉屋するするってもう10年近くなるんですけども、ようやっと夢が叶ったということで。実は妻湯さん、36年間鳥取県職員の獣医師として県畜産試験場や農業大学校などで働いていました。ほとんどが牛に携わるような仕事で、牛肉を、美味しい牛肉を作るための試験研究をしたりする。当時最先端の技術だった受精卵移植の研究などを行っていた妻湯さん。祖父が牛を飼っていたことから、子供の頃から牛好きだったといいます。牛はなんか可愛いんだけども、なんか魅力的な顔してるんで、人々、そういうところに昔から魅力感じたるというか。そんな妻湯さんはなぜ焼肉店を開業したのでしょうか。やっぱり50代半ばぐらいに、あと数年すれば退職、その後獣医の仕事をできるんですけどもね、なんかこう今までそれまでにお世話になった方々に恩返しできるような仕事をしたいなっていうのが一つの大きな理由です。獣医師として和牛の品種改良などに従事する中で芽生えた妻湯さんの思い、それは生産者への恩返しです。今日は以前から付き合いのある酪農家などが集まり、店の開店を祝いました。もともと妻湯さんは和牛のプロフェッショナルなんで、別に聞いて驚くことはなかったですけどね。で鳥取和牛はですね、やっぱり県にいた現職時代の時からもずっと試験研究等で携わっている関係、ぜひ食べてもらいたいなっていう。焼肉屋を通して畜産農家さんが潤うようなことになったらまだいいかなという。鳥取和牛の生産者を盛り上げたい、獣医師から焼肉店のオーナーに転身した妻湯さんの挑戦はまだ始まったばかりです。どうぞどうぞお入りください。これでね、こちらで